岡山県赤磐市にある吉井農園直営カフェフルーツハウスへ行ってみることにしました。おしゃれな店内、季節ごとのフルーツをふんだんに使ったカフェメニュー、旬の果物、新鮮なフルーツジャム、お菓子などの商品が取り揃えられていました。お土産購入するにもおすすめのお店です。それではご覧ください。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。食いしん坊夫婦がいろいろなところの美味しいものを探していきます。よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。フルーツハウスあった。これか。目的地周辺です。温泉案内を終了します。すごいね。上になんかくるくるって乗せてあるんやね。うん。なんかタラときと。遠回しでずっと見てる。
ごいいちご自体が美味しい。ソフトクリームだけちょうだい。それに乗ってる。本当だ。美味しいよ。ミルクって感じの。美味しいっす。美味しいっす。ごちそうやな。よかった。それ先食べちゃったね。食べへん。そうだ。多分酸っぱいと思う。やばいじゃん。あの先、いちごの先がとんがってない、こう養分がいっぱい入ってそうな感じの方が甘いいちごなの。とがってるやつあかんの。尖ってるよりはお姉さんあれやん、こんなんな先っちょがこんなになってるやつ、うん、先っちょが横向いてる、こう広たい方がいい。いいな、平たいやつよ。先っちょのやつは入っとたいな、うん、そういう方が、あの千引き屋とかにようならんです。千引き屋こっち知らんか、なんていうの、果物屋さん。千引き屋って銀座にあるとかだね。ああ知ってた。知ってるよ、うん、そうそう、銀座千引き屋。あそこのフルーツパフェが美味しいね。だいぶなくなりました、うん、何やってんの。アップなれへんよ、ぼやっとしょ。俺の顔が正直な顔しょ。そうなん。おいしい。でもあっさりしてるよ、うん、さっぱりと。おいしいわ。ガリガリ。出てくるまで食べて。ありがとうございます。優しい。優しいのそれで。いや、いつまで食べ続けるかなってずっと冷たい視線を感じながら。温かく見守って。そうなん、なんかすっごい冷たい視線で見られたから。ほんまに浅いし。甘さ控え。でも結局ここだよ。おいしい。牡蠣も買えたし、牡蠣も買えたし、いちごも買えたし。醤油も、醤油も買えたし。でも今回の大ヒットは、あの昨日の牡蠣横やね。このお店はもう15年ぐらい通ってるんだよ。ああそう。いつ行っても美味しいって。へすごいね。これに卵かけご飯大好きやな、
リモンブランソフトやって。リモン。さつまいものペーストオリジナル。すごいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。